はい、皆さん、こんにちは、つばさです。ということでですね、本日なんですけども、今日はですね、もうあったかくなりましたね。4月の11日っていうことで、今ね、朝の、ちょうど9時ぐらいなんですが、気温21度っていうことでね、もうあれやな、T シャツ1枚で全然いけるなっていう、まぁ、ちょっと夜たまに肌寒い日とかね、ありますけども、まぁ、そんな感じですごい過ごしやすくなって、もう何よりね、もう起きやすくなった。僕ね、すごい低体温なんで、もう冬苦手なんですよ。朝起きれなくて、もう本当にダラダラするんですけど、朝。もう今パッと起きれるようになって、まあまあそんな過ごしやすい日々にね、なってきたわけなんですけども、今日はね、中学校の友達からですね、この前、全然連絡の、長いこと取ってなくて、今久しぶりに連絡来て、で、あ、つばさん久しぶりみたいな、俺、お前の YouTube 見てるでって言ってくれて、なんかどうやら最近靴、最近よく買ってるみたいで、スニーカー好きで、みたいな、ハマってて、みたいな。そいつがね、お前の動画見て、ニューエラも最近買ってるわ、みたいな、大阪の店行ってるよ、みたいな感じで言ってくれて、マジでみたいな。ほんで、そいつがね、まあそんな感じで僕のことをすごい気持ちよくさせて、最後一言ね、悪いんやけどな、11日に発売するダンク、ちょっと行ってくれへんって言われて、なんかそいつよかれと思って俺に言ってるんか知らんけど、まあ、パシられてるわけですよ。で、まあまあ、なんかちょっと気持ちよくなっちゃったから、ああ、まあ、ええけど、みたいな感じで、そいつのもう、お願いをね、まあ今日はちょっと聞いて、で、アトモスで、まあ今日はその、ダンクのチャンピオンシップカラーやったかな、なんか、チャンピオンシップなんとかみたいな感じの名前やったと思うんですけども、ダンク、はいね。まあなので今日はパシリ動画ですよ。まあそいつがね、まあちょっと買いに行ってくれ、いうことで、まあ、ほな、まあ行こうか、いうことで、まあ今、ちょっとアトモス向かっているわけなんですが、今日ドレスコードあるんですよ。アトモス心斎橋以外のお店が、ダンクっていう名前のつくスニーカーで、アトモス心斎橋だけなんか結構ドレスコード厳しくて、まあまあその時点で俺からしたらなんでやねんって話なんですけど、まあまあええわと、ほんならまあルクは並びに行こうかと思って、朝目覚ましもかけんとね、寝てもうとで、パッと起きて4時ぐらいで危なーみたいな、ほんでパッ4時起きて、あ、今日アトモスルクは行かなあかんから、時間何時やろうと思ってパーって見てたら、アトモスルクア大阪発売なくて、あれと思って、え、京都今日もと思って、今日今京都向かってます。いや3日ぐらい前に京都行ったばっかりやでって。じゃあ俺一応ね、僕大阪の泉南市ってとこは地元で、まあ実家泉南市なんですけども、いや泉南から京都ってちょうど105キロぐらいあるんですよ。いや、そんな頻繁に行く距離ちゃうで、ほんまに。めちゃくちゃでしょ、皆さん。そんな感じでね。いや、高速代なんぼかかんねんって話なんですけど。いや、この前1番引いたから言うてね。いや、そんな俺も別に京都ばっか行きたないでっていう感じなんですけども。朝起きでもう向かってますよ、今。で、まあ僕、普段ね、あんまそのダンク買わないんで、ちょっと詳しくはないんですけども、まあちょっとなんかこう、ノースカロライナカラーみたいな感じのツートンの、モデルで、まあ結構ね、人気なのかな。ちょっとごめんなさい、ちょっと僕全然ほんまダンクはわからないんですけども、まあそういったちょっとこう、UNC カラーっぽいね、カラーが出るからいうことで、もうほら、ちゃんと持ってきましたよ。俺のじゃないけど、これ。ダイヤモンドバックスのね、キャップ。まあ僕のブランドで、これオフィシャルで発売させてもらったダイヤモンドバックス。もうこれちょっと完売しちゃったんですけど、これ持ってきてね、もう買う気満々ですよ。これ被って、そいつのスニーカーパー店でこうやってやったのかな思って。もう買う気満々で俺今日着てるからな、ほんまに。もうこれで買われへんとかもうないからな、マジで。もう俺この前1番引いてるし。で、まあ今日平日やからね、そんなに7番ちゃうんかな思ったんですけど。いや、なんでその、アトモス心斎橋だけがあんなドレスコード厳しいんですか？僕全くわからないんですよ。普通東京でしょ、普通厳しいのは。やっぱりあれなんですかね、店が少ないからあそこ集まるから、アトモス心斎橋だけみたいな。なんか最近関西だけなんかえらいドレスコード違う時とかないですか？なんでなんですかね。やめてくれよって感じですよ。僕で大阪滞在してる時マジで並びに行けないんで。で、スニーカーもそんなもんね、100足、まあ僕150、まあ僕全部で150足ぐらい持ってるんですけど、その150足のうち、まあ、半分ぐらいが大阪、半分ぐらいが東京みたいな感じの割合で置いてるんで、で、ジョーダン1がもうほとんどまあ、東京の家あるんですけど、いやまあまあ、俺がおかしいんやけどな、まあその東京行ったり大阪行ったりっていう、俺がおかしいんやけど、なんかもうちょっとね、ドレスコードもね、その、なんか予測しやすいものにちょっとしてほしいなって、ほんまにマジで思いますよ。これもう言い続けたんだよ、俺ほんまに。いや、だってさ、まあまあ、今日はダンク発売やから、まあダンクと名前の付くスニーカーみたいな。で、まあ、なんぼ厳しくてもね。まあ、それに付随するなんかモデルとかやったらわかるじゃないですか。で、この前の、ジョーダン1の白赤のヘリテージモデル。あの時も、あとも心斎橋と、ルクアか。まあ、なんか全然わけわからんやつで、それ以外はジョーダン1と、ジョーダンっていう名前の付くスニーカーみたいな、そんな感じにしてくれるとね。まあ、そんな感じで最近ね、ドレスコードと葛藤してるね、並び動画続いてるわけなんですけども。いや、ようよう考えてくださいね、皆さん。105キロオフですよ。
合計1日200キロ運転してるわけですからね。名古屋行けますよ、軽く。京都も厳しいなって思ったら、俺、多分動画のためだけに名古屋まで行ってるかもしれないんで、ほんま。この勢いやったら。お友達のね、まあ、支援みたいなところなんですけども、まあ、いろいろちょっとね、勉強がてら、まあ、京都までね、安全運転で向かいたいなと思います。ということで、向かってきます。ということで、無事到着しました。また同じとこ来てもらったな。はい、ということで向かいます。あの皆さん、これね、今年の僕の目標なんですけど、まあ友達とかにもね、お前はもうなんかこうやと、もうこれやと思ったらこうなるっていうのをずっと言われてて、僕はそうじゃないって自分で思い込んでたんですけど、どうやらやっぱりそうみたいで、なんかこうなりすぎて結構しんどくなることって多いんですよ。なんかもう究極をやっぱりこうなんか極めるというか、やるんやったらもう絶対一番みたいな感じなところがあって、もう、やれるところまで行くみたいな、息切るみたいなところがあるんで、まあ、結構こう、ブワッと一気に、知らんうちにこう、精神的にこう、疲れてたりとか、体が疲れ、溜まってたりすることが結構あるんですけど、なんか今年は、なんか、ちょっとそういう、なんて言ったらいいのかな、まあ、リフレッシュも忘れないように、ちょっと今年は頑張ろうと思ってて、まあ、体のためにもそうなんですけど、せっかくね、ハイエースもね、あんなしてこだわってやってるから、なんか今年は、なんかちょっとこう、アウトドアっていうか、ちょっとトイレ行こう。アウトドアっていうか、なんかこう、なんか海とか、なんかこう、自然を、ちょっとこう、感じれるようなアクティブなこともちょっとやってみたいなと思うんですけど、皆さんね、なんか、おすすめの場所とかってあります？関西で。ここ行ったらいいよとか、なんかまあ、夜景とかでもいいし、なんか、この海いいよとか、なんかあれば皆さん、ぜひ教えてもらえないですかね。なんか僕、ほんまに、今までそういう経験したことなくて、なんか、ちょっとなんかおすすめあれば教えてください。久しぶりにアスレチックス950、これハワイで買ったやつなんですけど、なんかアスレチックス最近被ってる人見えへんっていう、なんかインスタライブやっとったらコメント来とって、それ確かしたやなと思う。今日これにこれダンク iOS ね。まあ今日ドレスコードダンクなんで、黄色パイレーツもええかなと思ったんですけど、アイオンでリーバイスのね、これ超お気に入りの、もう 3,4 年履いてる501にこう黄色でバイザー色合わせみたいな感じで、はい。いやー、気温いいっすね。ほんまに過ごしやすい。まあ、さっきのちょっと話戻るんですけど、なんかね、友達とも言うんですよ。最近ね、月とか見たらね、うわー、今日は綺麗な満月やなーとか、花が綺麗なーとか、なんか思うようになってきて、最近。いや、なんかこれもやっぱり年取った証拠なんですかね。まあ僕、27、28の代なんですけど、昔なんかそんなことも思えなかったのになーみたいな。やっぱりこれって、年齢をやっぱり取っていくと、その、なんて言ったらいいのかな、その、見て感じるものも変わるというか、その、同じその10代の子たちと同じものを見ても、その、感じるその、感覚が違うっていうのはこういうことなんかなってね、最近ね、思いますね。そのなんかアクティブなことをやってみよう。その山行ってみたり、海行ってなんかちょっと自然を感じてリフレッシュしたいなとか、あんなこと昔思えんかったんですけど、いや、俺もやっぱり、ね、アラサーですからね、もう、なんかそういうのをね、感じるようになったっていうことは、まあ、大人に一歩近づいたのかな。はい。何の話やねん。ということで、今日も松本さん。3日ぶりぐらいの松本さんっすよ。いや、俺好きやよね。最近松本までばっかりやれやれ言われるからね、もうしんなってきて、おうわ、今日も結構並んでますね。平日やのに、みんな仕事どうしてんのかな。30人ぐらいかな。はいはいはい。俺京都人並みに京都ばっか来てんちゃうか俺。あ、そうなんですか。右下の京都です。あ、これか。はい、はい、オッケーです。これとほんまに大阪ドレスコード厳しいから、もう京都人になろうかなと思って、はい、オッケーです。ありがとうございます。新潟の列です。あ、はいはい。皆さん、ハイチーズ風の人今日言い張りますよ。あてちょっと喋ってみましょうか。今日30番、今10時21分で30
34、今日はじゃあ40人ぐらいかな。すごいですね、平日やのにこんだけねえ。今これ心斎橋とかでやったらもっと並ぶってことですもんね。お願いします。うわ惜しいな、ありがとうございます。6いらんかったな。いや開きませんでしたわ。40人ぐらい並んで当たり10番か、ほんなら4分の1ぐらいの確率ですか。16番か、あかんな。まあそううまいこといかないということでね、どうしようかな。もう終わってもうたしな。あ、すや、お世話です。え、行きました。ほんまっすね。あ、ちょっと待って、これちょっと、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、いいっすね。俺がふーって言ってない、ふーって編集してくれたあれちょっと面白すぎて、うん、ちょっと使わせてもらったんですけど、 あれ何なんですか。いや、ただネタはい、チーズふーみたいな YouTube 見させて。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。でもさ、本物見れるとは。いやいやいや、もう頭を好きたら見れるかなと思ったら、はいはいはい、見れたんで、よかった。いや、ありがとうございます、ありがとうございます。もうそんな感じで、京都の方ですか。京都です。あ、お前ですか。41番やったんで、初でなんでアンディフィードついてる。あ、そっか、アンディあれですもんね、ポイントですもんね。そうです、ポイントです。じゃあ、残り服を。そうですよ、残り服。あ、頑張ってください。あ、行きましょう、せうっす。写真撮っていいですか。お、もちろんもちろんもちろん、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、撮ります。ありがとうございます。これからよろしくお願いします。ありがとうございます。なんかやっぱりあれですね、こうやって視聴者さんに声かけてもらうときも全然皆さんなんかかしこまらんといてほしいっていうか、はい、あんな感じで、はいチーズの人みたいになんかあんな感じで軽く喋ってくれるのが僕らもなんか助かるっていうか、その見てますって言ってもらったりとか、なんかすごい励みになるっていうか、やっぱ皆さんのやっぱりこう言ってくれるから僕らももっと頑張らなあかんなと思うし、まあ、スニーカーをもちろん買いにね行くっていうこともそうなんですけど、なんかそういうね視聴者さんに声かけてもらって僕らも元気出たりするんで、そういうための並びでもあるかもしれないですね。友達ごめんって感じやけど今日は。ええー、なー、まあ、せっかく来たんでなんか視聴者さんも言うてあったんですが、アンディビデット今日ポイントでね入店っていうことで、まあ、そのおこぼれもねちょっと僕一応見届けようかなと思って、まあ無理だと思いますけども、まあまあ、ちょっと見ときますわ。何時からや。あれなんですね、店の前じゃないですね。なんか公園のとこまで行かないといけないらしいなんで、らしいんで、ちょっと行ってみましょうか。まあ、100% 無理やと思うけど。いや、ほんまなんか天気がええから、なんかこう、抽選外れても、あれやな。うわぁ、これ？え、このタバコ吸ってる人ら？ちゃうよな、これ。どれ？並びはどれ？え、誰もわかんないけど、え、ごめんなさい、ちょっと僕全然ちょっと状況分かってないんですけど、え、これワンチャンある？もしかして、11時集合ってなってて今10時48分なんで、ちょっと全く理解できへんねんけど、え、ちょっとあと10分ぐらい待ちたいなと思います。なんかこういうベタ座りの鳩ってたまに道路にいません？一向に動かん鳩、あれなんでなんやろうな。店員さんも気張ってあと1分なんですけど、何あんまりおらんか、てかポイントの持ってない人ばっかりちゃいます。これいつもどんな感じなんですか。ポイントでみんな完売しちゃう。僕はアンディ全然並ばないんで分かんない。あ、ほんまですか。何ポイント以上なんですか。7ポイントやったと思います。あ、でもあるのはあるんですね。これ行けんよって来られてるんですね。いやー、この前3日前ぐらいに1回来て、今日月曜日でしょ。あ、2日前か。え、あ、ふのあ、いやポイントもないんですけど一応来ました。あ、そうなの、見る、はい、あ、見せてくださいよ。ありがとうございます。僕顔出しはしないでね。はいはい、わかりました、ありがとうございます。え、ちょっとこれいいですか。すいません。あ、ええっすね。これほんまになんか UNC カラーみたいな感じですね。これもうはいチーズふってやったんですか。もうやってないですか、まだだって10番でしたもんね、当たり。3番、サイズなかったですか。うん、3番あったけど、はい、あ、そうなんですね。まあでももうねえ、沖縄とかって買えないですもんね、そもそも店もないし。あるよ、アニメで。あれ、アトモスもありましたっけ。あ、あるわ、パルコがなんかどっかありましたね。そうそうそう、あるでも並びとかあるんですか。あそこフランチャイズですもんね。フランチャイズで、はい、多分並びとかも相当いるんじゃないかな。ねえ、1店舗しかないですもんね。こんにちは。こんにちは。なんか
ちょっとご飯食べたいって言うてきたからちょっとご飯ごちそうするわおばちゃん。うん、あの行こうか。行こうか。何食べたい？せやな。うん。じゃおばちゃん俺ら友達ちゃうからな、今さっき出会ったばっかりな。同じ年代やん。同じ年代か。よう言うわちょっと。いやごめんなさい、いきなりこのおばちゃん喋りかけてきて、え？何食べたいんよ。うん。うん。せやな。うん。エビぐらいでもいいけど。行きたいとこ行こうや。払ってくれる。払ったるよ、払ったる。それ目当てやろ。そうや、それ。正直やな。正直や。遠慮しいや、もっと。悪いガキやろ。え？悪いガキやろ。悪いガキや、ほんま。ほんで、そうやって。そんなん悪ないやで。え？そんなん悪ない。何？距離な。うん。物高いのは悪ないやで。もう、ああ、そうか。そやな。こっち。こっちであんねん。どこにある？開いてると思うけど、開いてるんかな。どれ？あ？スタンドっていう店。スタンドっていう店。オッケーオッケー。ずっと京都、生まれも京都で。生まれも京都で、育ちも京都。お前ちょっと俺靴見たんやけどな。ないけど、まあでもおばちゃんご飯食べたいからちょっとおばちゃん付き合うわ、ほんなら。あ、ここか。ここ行きたいんか。すいません、何時からですかね。2時から。あ、まだ1時間あるわ。あ、まあ、おばちゃんちょっと勘弁して。ちょっとちゃうとこ行こうや。違う店行こう。ここ行こうか。どれ？ここ。寿司食いたいん。寿司食いたい。はい、言うねおばちゃん食いたい。ほなあ、でも準備中やあかんわ。準備中、うん、ちょっと空いてるとこにしてよ。どこでもいいか。どこでも、あ、ええよ、食べたいのいいよ。何食いたい？おばちゃん何歳よ今。定食屋行きたい。定食屋、ほんほんほん。体悪してない、大丈夫な。体、うん、体悪い。いけんの？体悪い。体悪い。体、顔も悪い。頭も悪い。頭悪い。ここ行く、ここ。ここがね、ほんと行きたいらしいんで、はい。はい、じゃあ、これ、ちょっと開けたるわ。おばちゃん、さっきメニューやで。メニュー。おう。こっち行きたいんだよ。おう。あ、ほんと荷物置き。はい。じゃあ、荷物頼まな。メニュー来て頼めに。ちょ、向こう頼みに行くんやって。おばちゃん、置いておいて。あ、メニュー。そう、さっきメニュー。向こうで頼まなあかん。うん、金払うて。金払うよ。金払ってやって。お腹減った。うん、何食べたい？こんなん食べたらいい。ええ、食べよ。うん、好きなゆい、うん。こっちにもあるやろ。うん。これすみません、全部頼みます。あの、いけます？モーニングとかいけます？これ全部。終わってます。あ、スパゲッティ。スパゲッティ？ほな、このボロネーゼ、うん、それ一つと。これ一つと、うん、これ。これ。自家製コーヒーのゼリーパルフェです。パルフェ、そんな食べんの、うん、あ、ほなそれとそれとアイスコーヒー。アイスコーヒー、ほなアイスコーヒーサイズがございますか？ MSL とどれがやん？ MMM ほな M ください。モアカカプトレード、頼みたいな。頼みよ。食べれんのおばちゃんそんなに。食べれる、腹減ってんねん。ほな頼みや。チョコレートケーキ。かわいいな。おばちゃん来たで。スパゲッティ待ってやって。スパゲッティちょっと待ってやって。さっきケーキ食べていい。ああ、いや食べ。食べていい。いいよ、食べて。食べていい。ああ、いいよ。めくったろか。いける？うん。どうおばちゃん。うまいわ。めっちゃ食べるやん。ねえ、おいしいやで。おいしかったらもう一人しゃべるのかなんて。おいしいなって食べたい。ねえ、おばちゃん知ってますか、このおばちゃん。いやいや、だから、はーい。あ、いやね。ご飯いつぶりよ。いつぶりご飯よ。なんで半年ぶりやったらもっとガリガリなってるわ。そう、なんかないよ。え、なれへんの。そこ何ぶら下げてんよ。鍵や。鍵ぶら下げてんの？家あんの？ホームレスの家。あ、ホームレスの家があんのか。あ、そのホームレスの家に鍵があんの？えらいしかしてんねんな。おいしいおいしい。おばちゃんタバコ吸うの？タバコ吸う。あとで吸うか。こうて。あ、ええわな、こうたるわ。おばちゃんあれっすよ、僕このおばちゃんと今知り合ったんすよ。ほんでご飯食べたいって言うからな。ほんでちょっと行こうか言うて。おばさんだったあ、まあまあそんな感じ見えますよね。あ、そうなんです。いや全然このおばちゃん知らないです。あ、本
バゲティも来たで、ほら食べてよ。やっぱり昔の人ってやっぱり米とかっていうのもすごい貴重なね、食料やったから、その残すっていうことがもう残すとかお腹いっぱい食べれないっていうのがもうありえないみたいな。それでよくおばあちゃんにはもう好きなだけ食べりんようで食べさせてもらいましたわ。おかずがなかったらご飯だけは食べてた。そうそう、米ね、お塩かけておにぎりにねえ、なんかだからその昔の人が食べ物に対してすごくこうなんかありがたみをもう感じて食べてるっていうところが、いやなんかそんだけさがっつり食ってくれたら俺も嬉しいわ。ちょなんかこれつけやな、これ混ぜやなあかんじゃん、すげえな。おいしかった？おいしかった。ほんだごちそうさましてください。ごちそうさんで作ってもらって、はいはい、これでお手拭きでぐちぐちまで、あ、ぐちぐちタバコ買うてな、タバコ買うたる買うたる、ええよ、買うたるよ、綺麗に食べたやろ。あ、ほんだ綺麗に食べれたやろ。ほんだご褒美タバコ買うたるわ。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした、ありがとうございます。こっち次あるある、よし、ほんだ行こう行こう行こう。うわ、食いたいな。まあちょっと今日はまた今度にしますわ。いいね、何言うねん、ん、私付き合わへん、なんでやねん。今日だけか、今日だけやわ。そう、おばちゃん俺と付き合ったらあれやろ、ずっとご馳走してご馳走してって言うやろ。そうや、そうや、言う、んな、お、マジっすか。あ、ちょ、後で行きますわ。思いますか。ちょっとおばちゃんとちょっとデートしておきますわ。ちょ、また後で行きます、ありがとうございます。一回閉めてみたいで、え、一回閉めてまた開けてみたいで。あ、そうなんですね。サイズわかんないですけどまだあるっすよ。あ、ありがとうございます、ちょっと後で、ちょっと、ありがとうございます。え、元気やん。そうやで、元気、かわいいやん。なあ、かわいい。はい、ライターも買うて。ライター、じゃあこうなら、ほんならおばちゃん頼んで、え、こうてライターもない、どれもいいけど、これでいいか。それでええんか、それ1個、1個でええんか。え、1個でええんか。ほな、2個、5、じゃあライター、じゃライターもせ、タバコ1個でええんか。もう1個、あ、もう1個買うとき。あ、ほんだ、はい、はい、おばちゃん、おばちゃん、吸い方すごいな。そうやろ。あ、上丸みたいに、え、タバコめっちゃ立ってるやん。やばいな、おいしい、おいしい。最高。あ、いつもどこに寝てるの？外に寝てるの？うん、外に寝てんのけ。風呂は？え？風呂は？風呂入ってんの？風呂入ってんの？入りや。あ、明日入んの？あ、どこで入んの？病院、入ってる病院があるの。ああ、病院で入れんのか。観光用語って。え？観光用語。あ、いや、ほんならさっきのあそこでこうおたのに、俺ちょっとあれ。ちょっとね、おばちゃん手開いたんで、ちょっと今、ちょっとアンディね。なんかどうやら在庫残ってたみたいなんで、ちょっとあるか、いや、もうないか、ないか、もうダンクないっすか。あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません。熱いやつしかないわ、あったかいやつしかなかった。熱いやつないわやん、次じゃない、あかん、いいや、ありがとう、いける、あ、ええよ、飲みや、座り、あ、座るわ、おばちゃんとどかなあかんやろ、吸うてコーヒー飲んで、ん、なんか嫌やん、手のない人って手がないか、ちっちに何言ってるか分からへんけど、知らんかった、そんな、ああ悪いな、ポイ捨てしてええんか、うん、お前前食べくれて、悪いか、いらんよ、元気つける、何やったんよ、皆さん、万引き？万引き。どこで万引きしたん？ね、万引きした。普段あんなバカちゃうんだよ、うつ。靴？靴、靴、靴、靴。靴？靴万引きした。あかんやん。さあ、アホをさ、捕まえる人って嫌やね。あ、アホを捕まえる人いらんてな。普段アホを殺す人も嫌やね。まあな。バレへんようにせえや、パクんねやったら、バレへんようにせえや、え、
別に皆さん僕はしてないですからね、そんなことは。まあでも多分ね、これ見ていただいてる大人の人もいるんじゃないですか、一回万引きとかね、そのやったことがある人も大勢いらっしゃるんちゃいます。昭和の人は特に金お金なかったから駄菓子屋でお菓子パクったりとか、まあそんな皆さんの一回も経験あるでしょ。バレへんようにせなあかん、バレへんように。この後、うん、もうお昼やん。今日は一日どうや、何をして過ごすの。なんて言ったら別に缶コーヒー飲むぐらい。なんて缶コーヒー飲むぐらい。缶コーヒー飲むぐらい、うん、ほな頑張りや、うん、はい、バイバイ、バイバイ、はい、ということで、今日はですね、4月11日、まあ、ダンクハイですね、こちらをまあ友達にね頼まれて、会員に京都まで来たんですけど、まあ残念ながら16番やったかな。惜しかったっすね。50人近く並んで、44人やったかな、50人近く並んで、当たりが10番までっていうことだったんですけども、16番ということで、確実にでも あれっすね、なんか大阪とかより全然可能性を感じるか、まあたまたまなんですけども、まあね、今日はちょっと手ぶらでっていうことで、まあまああの後、まあちょっとアンディフィーデット行って、でまあなんか知らんけどホームレスのおばちゃん捕まってもうて、なんかまあ多分動画出てるかな、わからないですけど、アドモスで買えなかった方が、ポイント持ってない人ですね、ダメ元でアンディ並んどったら、すみません買いましたみたいな、今やったら絶対間に合いますよみたいな言っていただいたんですけど、わざわざ言いに来てくださってで行きたかったんですけど、まあまあちょっとおばちゃんおったんで、まあまあもうええかということで、今日は手ぶらということで、ダメだったんですが、まあまあ、まあ今日は今日でね、まあちょっとまたおもろいなんか関西らしい動画っていうか、まあまあこんな回もね、たまにはあっていいんじゃないのかなと思います。なんか多分ね、僕20代、まあ10代の頃はもうずっともうライブばっかりで、音楽漬けの毎日だったんですけどね、20歳で東京行って、そこからもう仕事やりながらもうライブ活動とかずっとやってたんですけども、その時、まあ自分で言うのもあれなんですけど、僕めっちゃ付き合い悪いんですよ。例えば友達とみんなで飲みに行ったりとか、もうそういうのほんまに全く今までしてこなかった人間で、もうその酒の場とかも分かれへんし、やっぱりこう一人で YouTube とか、まあ自分で商売って言ったらいいのかな、まあこういう風にまあさせてもらってるんですけども、なんか今頭打ったっていうか、20代後半でこうやっぱり何事も、何においてもそうなんですけど、もうそのお仕事するにしても、友達付き合いとかもそうなんですけども、全てにおいてやっぱりこう人と人なんやなっていうことに、まあ、これは当たり前のことなんですけど、それにやっぱり今まで僕気づけなくて、どんだけやっぱり演奏が上手くても技術があっても、やっぱ人付き合いが悪かったら商売できへんねんなっていうことに、やっぱりこう YouTube をやり始めてこう気づいたっていうか、だからなんなんやろな、こうニューエラの店員の時とかもそうなんですけど、なんかその何のためにお前仕事してんねんやって言われた時に、まあ、お金のためなんですけど、お給料欲しいから働いてたんですけど、でもなんかちょっと違和感があって、なんか本当にこれ綺麗事じゃなくて、それだけのために本当に僕働いてなくて、なんかそれだけのためだったら僕多分すぐ辞めてたと思うんですけど、なんかねこう人に喜んでもらえたりとか、なんかこう翼さんのおかげで帽子好きになりましたとか、もうそれこそ YouTube なんかもそうなんですけど、翼さんの動画いつも楽しみにしてますとか、翼さんの動画見てスニーカーとキャップ色合わせするのすごい楽しくなりましたみたいな、そういうなんかありがとうございましたとか、翼さんのおかげでって言ってくれる人のためになんか頑張ってる自分がいるっていうか、本当にこれってさっき言ったその人と人だと思うんですけど、なんかそれって人間の多分本能的な部分だと思うんですよね。僕の好きなもう亡くなりましたけど、野村さんね、野球の野村監督の名言で、人ってなんで生まれてくるんかお前ら知ってるのかって選手にみんな聞くんですって、監督になって就任した時に絶対まず聞くんですって。ほんなら誰も答えられないらしいんですよ、選手って。で野村監督はこう言うんですって、人が生まれてきた理由って誰かのために誰かのために役に立ったりとか、誰かを助けるために人って誕生するんやって、お前は生まれてきてるんやみたいなことを言うらしいんですけど、もうまさにその通りで、本能ですよねっていうところにすごい僕、まあっていうところすごい今大事にしてて、まあ、今日みたいにあんなわっけわからんホームレスのおばあんがいきなり声かけてきて、ご飯うんうわってみたいな感じで来たんですけど、まあなんなんやろ、話していっぱいね、別に知ってるじゃないですか、ね、もう2000とか3000の話で、なんかそんなんを美味しそうに食べてるおばちゃんとか見ると、なんかすごい幸せになるんですよね。昔そんな思わなかったんですけど、なんかこうもう亡くなったおばあちゃんが、あんたが美味しそうにご飯食べてるところを見ると嬉しいみたいな、焼肉行こうかとか、高いお寿司行こうかみたいな、
言ってくれるんですけど、なんか僕その時に何とも思わなかったんですけど、なんか今やっと気づいたっていうか、ということで、今日はそんな感じだったんですけど、すいません、あの友達もね、あの買えなくて申し訳なかったんですが、最後ちょっとごめんなさい、最後宣伝になるんですけど、4月の、末からゴールデンウィークぐらいの期間ね、あの東京の、とある場所で僕のいつも仲良くさせてもらってる、もうニューエラの僕の師匠ですよね、あのアリウプ23の TK さんが、ポップアップやるんすよ。で、翼くんよかったら手伝いに来てくれへんって言うてくれてて、ありがたいことにあの店頭でもちょっとあの立たせてもらうっていうか、ポップアップでサポートスタッフみたいな感じでお手伝いさせていただけることも決まってるので、あの皆さんぜひね、あの4月の多分後半から5月ゴールデンウィークぐらいの期間で、ポップアップ、一応やる予定なので、あの詳細決まったらインスタグラムとかで告知させてもらいました。あの概要欄にね、アリウプ23の TK さん の, あのインスタグラムアカウントも貼っとくので、あのぜひねそちらもフォローしていただいて、随時ねあの決まり次第に情報をあのチェックしていただきたいんですけど、まあ、そんな感じであの僕とね、まあ、あのこういうねコロナのあれになってからあんまり皆さんとね交流できる機会というのはなかったんですけど、一応アリウプ23さんのポップアップで、ちょっと店頭を立たせていただくこと決まってるので、ぜひ皆さんそのタイミングで、ね、遊びに来ていただければなと思います。まあ俺とねあの喋ったことない人とかもたくさんいると思うんで、一応あのアリウプ23の、ポップアップになるので、あの基本的には、古着メインにはなるんですけど、 NBA のヴィンテージの古着とかになってくるんですけど、ね、これがちょっとわからないんですが、その僕のブランドの方で今最近ニューエラの取り扱いっていうのをさせてもらってるんですけど、正規で、この、商品が一応4月にバーッと入ってくるんですけど、LA の950が3型で、ステューシーのデッドストックも入ってくるんですけど、物資がその到着次第っていう感じになるんですけど、今ねその上海がねちょっとあのコロナになって、あのロックダウンになってて、もう今全部止まってるんですよね、運送とかが。それでちょっと物が遅延してるんですけど、なんとか間に合えばちょっとあの TK さんの方にお願いして、もしかしたらですよ、ニューエラのキャップもそこでちょろっともしかしたら販売とかっていうのもあるかもしれないので、まあまあ、それあってもなくても、まあ、皆さんぜひね、気軽にちょっと喋りに来るみたいな感じで、おいっすみたいな感じで遊びに来ていただければすごい嬉しいので、ぜひぜひね、詳細決まり次第お伝えさせていただきますので、4月の末から、まあ、5月のゴールデンウィークぐらいにやるんやないぐらいちょっと頭入れておいていただければなと思います。はい、ということで、はい、こちらキャップマンスタイルのステッカー、エールのベーシックロゴ、これ再販ですね、こちらとキャップマンロゴ、はい。これ、メタルキャップマンで、これ、リミテッドバージョンなんで、これは一応ゲリラ販売になるんですが、通常バージョンの黒。こちらのステッカー、4月の17日、日曜日9時から、21時から販売させていただくので、ぜひぜひ皆さん、こちらね、購入していただければな、と思います。で、あとニューエラのキャップに関しましては、前回の動画でも言ったんですけど、その要は、モノマチみたいな。LA のさっき言った3型に関しましては、もう国内に商品が届いてるので、そちらに関しましては4月間違いなく販売できるとは思うんですが、そのステューシーのデッドストックに関しましては、ちょっとまだ、その物資がですね、ちょっと海外で止まってるので、その運送のね、まぁ、ちょっとそのコロナの関係で、ステューシーに関してはちょっと止まってるので、そちらに関しましてはちょっとまたね、随時届き次第ですね、もう YouTube はやっぱりその、上げるのに時間がかかるので、リアルタイムでちょっとお伝えできないんですね。なので、Instagram ちょっとフォローしていただいて、絶対ね、Instagram の方で、リアルタイムの情報をちょっとチェックしていただければなと思います。今日の動画おもろかったんやけど、思っていただいた方、ぜひともですね、グッドボタンの方とチャンネル登録、よろしくお願いします。ということでね、皆さんまた次回の動画でお会いしたいなと思います。どうもありがとうございました。